無給下大勲章の軽食章、正明の大樹、副章及びエディ賞無給下大勲章は大韓民国の勲章。1949年8月13日に無給下大勲章令により創設され、1963年12月14日以降は将勲法により規定されている。同国では最高位かつ単一級の勲章である。 無給下大勲章は、将軍法大十条により、大統領、大統領の配偶者、友好国の前職を含む元首とその配偶者へ、授与されることが規定されている。このことから、事実上大統領が自身、または公認に対して授与する組章となっており、近代中までは就任直後に授与された。ロブゲン、リア・キヒロは、退任前に授与されたが、これは、 自身に対する叙勲であった。僕ねに対しては、全民の利益広が授与することで公認に対する叙勲とし、受賞は就任後とされた。2006年、元大統領の前都館と露イ具が祝軍クーデターと公衆事件に対する有罪判決を理由に受賞してきた勲章を剥奪されたが、大統領の地位を叙勲の根拠とする無給下、大勲章のみは例外とされた。 無給下大勲章は、将勲法第27条により、軽食章、正明、副章、エディ章で構成され、その衣章は、将勲法士高齢第13条により定められている。首飾り式の軽食章が設けられるほか、正明の大事は、左肩から下げ、副章は右胸に配用したりするなど、将勲法が定める、他の勲章と異なる規定がある。 小食の衣装は、ルビーの台座に据えられた金冠が表面中央にあしらわれ、それをアメシストで表した十二個の無給花の目と十二両の光線が取り囲み、さらに赤色の丸太十字が重なった形状である。軽食章と正明の小食にはさらに一体の頬と無給花を組み合わせた中がつき、軽食の鎖には無給下と随長文様が交互に並び、中央には 月経館に囲まれた大局と四家の図が配される。正明の大獣は赤色である。なお、従来の女性用装飾は男性用より小さい寸法が規定されていたが、2015年12月31日の将軍法仕恒例改正により男性用の寸法に統合された。金、銀、アメシストルビー等を素材とする勲章の製作費は2005年には2000万、ウォン。 2013年には4500万ウォンを超えると推定されている。ありがとうございます。